ファンデル・レール・シェンブルコは、ブラジル・リオデジャネイロ州の場、イグアス出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者、現役時代のポジションはディフェンダー。1983年から指導者として様々なブラジルのクラブを渡り歩き、5度のブラジル選手権優勝に導いている。1998年からはブラジル代表を率いて、 翌1999年のコパアメリカで優勝を果たしたが、2002フィファワールドカップ南米予選での不審が続き、自身の年齢差症と脱税問題が発覚し、2000年のシドニーオリンピックを最後に解任された。2004年12月30日、スペインのレアルマドリードの監督に就任した。就任当時、レアルマドリードは、首位の FC バルセロナに、 勝ち点13差の5位に低迷していたが、2004から05、シーズンは2位という成績で終えた。2005から06シーズンも引き続き指揮を取ったが、UEFA チャンピオンズリーグ2005から06、グループリーグ初戦のオリンピックリオン戦で0の3のスコアで敗れ、FC バルセロナとのエルクラシコに0から3のスコアで敗れると、2005年12月4日に監督を解任された。再び、 サントス FC の監督に復帰した。輝かしい実績の裏には在籍するチームや選手よりも目立ちたいあまりしばしばブラジルメディアから叩かれる。2002年パルメイラスではブラジル選手権の前に大量の選手を放出させ10節で自らチームを離脱。その後チームはセリエ B と降格したことは今でも批判される。2005年には サントスとの契約終了を待たず、レアル・マドリードへといったことも問題とされた。さらに、ルシェンブルゴは彼を獲得するチームに必ず彼のスタッフ全員を連れて行くが、これを多くのチームは批判している。2008年にフルスパルメーラスへと戻り、サンパウロ州選手権で優勝。ディオブランコ・イエス・ブラガンチーフラメンゴ・パルメラス、サントス・コリンチャン・スクルゼーロ・アトレチコ・ミネロ、 ブラジル代表、ありがとうございます。